山に何してくれてんだ。盗賊団の首領は人質を取ってるの。でも誰も帰ってこなくて。ペラペラうるせえな。俺に関わんじゃねえ。食われてしまう。狩猟は人を食うんだ。人間のすることじゃねえ。すべて焼き払え。黒い剣士をあぶり出すんだ。これじゃみんなが、ねえ、助けてあげられないの。巻き込まれて死ぬ奴は雑魚さ。自分の命さえ自由にできないなら死んじまえばいい。ありがとうございます。
見つけたぞ黒い剣士、ここで殺す。人をつけ狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに立てつこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。
それは生贄の焼き印。貴様はゴッドハンド。5人のゴッドハンドはどこにいる？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。ほ、本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。うわっ、待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待って、助け。ベルセルク。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。あー、いたいた。よー、元気？チビ、なんでお前がここにいる？パックだよ、名前覚えてよ。面白そうじゃん、魔物なんてさ。神話や詩人の歌でしか聞いたことないもん。マジモンだぜ、マジモン。お前に言えた義理かよ。悪いけど俺にはペットを飼うつもりはないぜ。ついでに言っとくけどな、俺は嫌いなんだよ、お前らエルフってやつがさ。なんでだよ。弱いからさ、ムカつくんだよ。弱いやつを見ているとひねりつぶしてやりたくなるね。